なんか要望が多かったガーシーチャンネルについてのお話をしたいなと思っております。僕は多分会ったことないんだと思いますけど、はい、もしかしたら飲み会にいたかもしれないですけど、はい、僕は一応なんか LINE とか調べてみたんですけど、はい、それらしき人はいなかったので、連絡先は交換してないぐらい、はい、で僕は会った覚えは全くないですけど、会ってるかもしれません。まあ、俺そうはあるでしょうね、きっと。わかんない。でも、だからなんかガーシーチャンネルに名前が出てきてる人たち、はい、大体知り合いだから。ああ、だから、ずっと浅野君とか、ね。ワンオク、ワンオクの高くんとか、はい、なんだか白田優とか、はい、まあ論文のアシスタントとかもそうだし、なんかもう、まあもちろんだから向こうは一方的には知ってるんでしょう、ね、女性芸能人の子たちも僕地味にガーシーからフォローされてるんですよ。へぇ地味にっていうか、まあ言ってもそんな嬉しいんですか。32人しかいないんですよ。32人の中の一人。へぇすごい。で僕フォローされてないよな多分。フォローされてこれね、フォローされると危ないって言われてるんですよ。あー、でも立花さんなんか危ないことあるんですか。いや僕は全然彼知らないんですけど、はい、僕やり方が僕とほぼ一緒なんですよ。ああ、そうなんだ。僕は15年前に2チャンネル。なんかありませんでした。でね、僕思ったんですよ。はい、なんで、俺、なんであんなね、人と芸能人って付き合うんだろうなと思ったの。もうまずこれですよね。いや、これも、でもね、これを紹介してくれる人って、後輩とかっていっぱいいるんですよ、僕も。ああ、はい。いや、だから。だから、そいつらは、暴露しないんですよ。はい、だから、暴露しないで27年来たんですよね。まあ、27年来たけど、結局暴露したわけじゃない。そうそう、だから、その27年。その27年の暴露の前に、はい、その BTS に合わせるから、金を起こせとか、はい、ああ、やりましたね。そういうことをやるやつなんですよ。はい、あ、それは、ね、ガーシーが、何がその、女の子アテンドする、はい、若いやつがいっぱいいるんだけど、はい、それとの大きな違いって、はい、金持ちに多分、疲れないんじゃないかな。っていうか、金持ちの人、要は、僕たちの周りって、はい、IT 企業で何百億とか稼いだような人たちばっかりじゃないですか。はいはいはい。で、そういう人たちが全部金出してくれるから、はい、そいつらに、まあ、要はごますって、はい、可愛い後輩だなって思われてるような若い男が、そういうアテンドするわけです。だから、金に困らないんですよ。うん、そうです、ね。なんなら、その金持ちが、お金出して、お店をやらせたりとか、してるわけです、はい。飲み屋をやらせたりとか、はいはい、有名なね、エビゾービルのさ、はい、テキーラ事件あったじゃないですか、ハリカルテキーラとか、はい、あそこの、だから、やつなんか、まさにそういうやつです。おー、なるほどね。まさにそのなんか、金持ちのスポンサーがいて、はい、そいつに金出させて、自分の店をやって、女の子を呼んで、そいつに紹介するみたいなことやってるわけだけど、はい、全然だから何も出てこないんですよ、そういったところから。はい、でも暴露もしないんですよ、金に困って。だからガーシーの問題は、おそらく自分でアパレルブランドかなんかやってたんでしょ。そうそう、もともと自動車屋さんから、あつし君に呼ばれてっていうか、まあ、東京呼ばれて、それをやり出したっていう順番です、ね。そう、だから中途半端に、そんな大した経営能力とかないのに、商売をやって、はい、で、自分が社長で、俺がおごったるわ、みたいな感じでしかできないタイプの人なんですよね。それは間違いないと思います。悪いことをしてたのは、僕とこにいたから、島田紳助さんと仲いいんですけど、はいはいはい、島田紳助さんにガーシーを紹介したっていう人物からは、昨日電話があって、はい、あいつは昔から悪いことしとるとは、あ、俺の金もいろいろと持っていかれてとかって、あいつはだからそういうやつだっていう情報は来てるのは来てる。そう、だからそういうね、いるんですよ、そういうタイプのやつも。自分で事業をやって、大して事業できないのに、なんか社長やってますみたいな。で、芸能人には全部谷町やってますみたいなやつっているじゃないですか。いるんでしょうね、僕は。まあ、そのまま、いるのはいると思います。そういう人いるんですよ、はいはい。あ、そっちタイプだなと。いや、だから第2、第3出てくるでしょ、あれ。いやー、でもね、ああいうタイプの、はい、芸能人の取り巻きってそんないないですよ。ちゃんとだから稼いでる人か、ちゃんと稼いでない、はい、ちょっと怪しげな稼ぎ方しかできないから、はい、暴露系 YouTuber になってる。昨日電話が実際もう俺もやろうと思えばできるけど、そんなの家族の問題もあるし、そんなやらないとは言ってましたわ。うん、そう。